タレントの真鍋かおり、37、は、二度目の離婚を発表した俳優石田一生、42、が元妻に課せていたという厳しいルールについて、平気、だと語った。20日放送の TBSK、ビビット、は、石田の離婚原因となったとされる7つの掟について取り上げ、朝起きたらまず目の前にお水が置いてないといけない。水を飲み干したら今度は白湯を出す。シャワー中にバスタオルとその日に着たい服を定位置にセットしておく。などのルールを紹介した。女優の真矢美希は、まあ、ご自分でやっていただきたいことは多いですけど。でも、あんなに素敵なお芝居をされてるから、いろいろバランスがあるんですかね。と首をかしげたが、真鍋は、私は意外と大丈夫かな。平気ですよ。そんなに嫌とかはない。と明かし、共演者たちを驚かせた。ただ、これで、やってくれてありがとう。ってちゃんと言ってもらえるだったら、っていうことですよ。と付け加えたが、喜んでもらえるんだったら、毎日でも OK だと述べ、さらに驚かせた。また、吉田明代アナウンサーは、1日1万円もらえるなら、給料制にしたいです。ここまでするなら、と条件を出し、笑いを誘った。